もちろんそのタンゴというのはアルゼンチンだけではなくて、ウルグアイ、隣の国ですね、でもとても盛んに演奏されていました。バンドゥーという楽器自体も、タンゴだけではなくてその現地の音楽にうまく学んで、演奏しているとかあるんですけど、その意味が、学生行列、仮想行列、そのような意味なんですね。で、もともとはタンゴのために作られたものではなかったようです。それがタンゴに、引き込まれて、この、ラ・フンバルシーになって、タンゴの名曲が生まれました。で、最後の曲ということでお聴きください。